こんばんは今日も一日お仕事学校部活家じびくその他もろもろお疲れ様ですって言ったかあれ言ったか <laughs> そう今日はあのー、皆さんあれですよね見てくださいましたか今日は NGT の研究生で リレー配信をしてるんですよそううんリレー配信をしてて <coughs> で今日は前半で明日後半で私も後半なんですけどあのー、まあね17人全員で。 リレー配信をすするっていう感じでなうです <laughs> そうで私もずっと見ててうんずっと見ててそう本当に力から夢のまで本当にねマジで一秒も欠かさず見てたんですよ面白いですね研究生ってなんか <laughs> いつもよりもあのショールームにかじりついてたんですけど そう <coughs>。おもろかったな <laughs> え。え本当に全部見たよ。おたげおたげっていうかあのつかみのやつでしょ。凍るのも見たよおたげ。うんちゃんと入れできたわ。本当にずっと見てましたね。うん。 あそうスカミズさ初,初見ってなっててさなんでだろう私でも絶対見たことあるんだよねなんでだろう端,端末とかいろいろ変えてるからかなまあいいかそう面白かったよみんな <coughs> そうで力は力の愛を感じた私あのー ああれ私じゃん <laughs> あれ私私じじゃゃんんだけどさチカナがこうやって出した時にさ「いや私やん!」って声出して言っちゃったんだよねえ本当にあのマジであのすごくあすごいね上手だったのよチカナのイラストがねすごい上手でした多分前半組の中で一番上手だったでいや何,何がそんなにね愛を感じたかって言って その私のハーフアップと「もくもくもく」で歌ってるそのマイクはまあねうすごいあれなんですよあっ何ていうのもう確かにねこれは三村ひろだなってなるじゃないですかこれだけじゃないのよーくよく見るとねその映画見てるじゃないですかテレビでこの左下にカピバラがいるのねえよかったら見て 後でその絵ちちょっととゃんと見て欲しいカピバラがいると思って多分カピバラ多分カピバラだけど力の愛いを感じました私は嬉しいな <laughs> で次が次がナナミかでナナミはあの面白かったななんかもうほんと楽屋芸人だなと思ったそのオタゲだけじゃなくてあいう絵を作文とかも面白かったし そうでその後が春「はるか」って分かんなかったんだけどねはるちゃんってなさ意味わかんないね <laughs> いや全然褒め言葉ですよ意味わかんないわ褒め言葉ですけどあのー、超おもろいわあの子みんながショールームで好きになる理由がわかる気がするわ私。

なんかインフルの時に見る夢みたいな <laughs> なんかさそんな感じだよね本当に待ってこれ普通にまあいいやそうあそこ2人とも意味わかんないよねあそこで多分狂ったわ <laughs> せっかくなんか最初ああいい感じに進みそうまあおつかみも結構意味わかんなかったけどねつかみのなんとかの この後のなんとかしているなんとかのこのここが分かんなかったけど何だろうねまあまあまあ置いておきまして次がえなんかでもさあやってさ改めてさ久々に顔見たからか分かんないけど超美の頂点じゃない美の頂点すぎてヤバかった顔面がお強すぎる。 めっちゃ綺麗だったなっていう印象がすごく強いですサーヤでサーヤの次がサラかでサラサラはあサラはモノマネの日のモノマネしてくれたねしてくれて嬉しかったのとあとつあの「755」あのな75じゃない TikTok のやつ可愛かったよね 超可愛かった。うん。さらなんかね、こう <coughs>。なんかショールームの時とか。動画を撮る時とかに、声が変わるんですよね。ソロンのガールのままみたいな、なんかめっちゃふんにゃふにゃ。ふんにゃふにゃした声、喋り方するんですけど。そう。好きですね、可愛いな、会いたいな。え、で、さらの次が。 サラの次あはい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 ザリガニあはい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 楓ちゃんだそう楓ちゃんは楓ちゃんはなあの子さサラはあのリクエスト企画であのイナゴを食べてるふりの食レポって言ってたの食べてるふりで食レポしてくださいってねこれ出してたのよそしたらそしたらあの子 アイスを落と「えっ?」っていういや「えー、っていうソフトクリーム折れちゃってそ」そうなんか今なんかちょっとハプニングがあってなんかソフトクリームが折れちゃったみたいね」って言って「何ソフトクリームが折れる」って思ってさあなんかあれかまあ工作でもしたんかなって思ったらガチでソフトクリームのそのここの三角の部分のここだけがこそぎ落ちてる。 のが出てきて、えー、って言ってきえっっ言しかもその箸でなんか「そうイナゴちゃんがあ,あ私は足がおすすめです」とか言ってさ「知らん知らん知らんイナゴなんて人生でほぼ食べんやん」って思いながらすごいツッコミでしかもそのなんか乗せるってってさ「いやいやいや」 虫食べてる音っつって、イナゴちゃん見て可愛いみたいな。えー、っつって、あ,ありがとう。面白かったよカイリちゃん。そのままでいてねずっと。変ですねって。<laughs> いや、確かに、ガタフレのあのまあ、ね、虫はあんまり好きではないので、食べようとは思わない。うん。<laughs> 夢は、なんか、テンションがいつもと違った、な。<laughs> 夢は、夢はじゃない、なんか。や、は、は、みたいな。え、どうしたの、この子っていう。なんか、え、緊張する、緊張する、は、は。 みたいな <laughs> なんかさ「えその声どこから出してるの?」っていうさ喋り方してたよねそうそう萌えぜリフしてて夢たの、まあ、はあれなんですよ博多生まれなんですね博多というか福岡生まれ福岡岡生生ままれれなんです実はで,あので博多弁で告白みたいなのをかいりちゃんからリクエストでもらっててまあそれは別にねあの可愛い,いじゃないですか博多弁だからいいんだけどさなんかさ そのやる,やるまでのない間のトークでさなんか夢がなんか超笑ってたんだよねえなんでそんな笑ってんのっていう <laughs> なんかみたいな「モスキートーンかよ」っていうレベルでなんか面白かったななんかなんかそうなんだよね普通に そうあそうでその後もさ「いや今回食券さんこんなにいるのに私こんな人じゃないんで!」って言ってたよねそううん面白かったなうんうんおもろかったなに <laughs> 何かいりちゃんが2列目に上がってるって あり,がありがとうなのかなあ監督さんもいらっしゃるしうんね明日もだからこうえこの濃さが続くんかな私は本当になんか飽きなくて4時間だったっけもうずっと見られ,見れてたわ面白かったわなんかやっぱ研究生面白いのかと思ってえあれかなあれなのかな私の冷えきなのかな超面白かったんだけどなんか <laughs> なんか 超面白かったんだよねうんだしなんかハプニングがあるのも面白いしうん多分みんなみんなみんなずっと見てたろうなねね <laughs> 会いたくなりましたなんかなおさらですねなおさら会いたくなりましただって明日はまた「ゆなこ」から始まるんですけど 結局その絵しりとりに関してはマジで失敗したとしたらハルとミナちゃんが先輩だとは思うんだけど <laughs> そこはまあ確実にちょっとなんかそれぞれのねワールドが広がりすぎてたのでミナ、まあ、ちゃんはなんかこう真面目に書いてそうだけどハルちゃんに関しても完全にやっちゃってますからね。<laughs> るよね本当にだってさ私こんなにえしりとりって普通わかるじゃん普通わかるのに <laughs> えっっていうな,なんでこうなるっていう感じではあるまあね大事な大事ですよやっぱそういうなんだ面白面白面白って言ったら怒られちゃうかもしれないけど面白枠ですから面白枠。 で明,日で明日結構真面目な子というかまあ、が続くかな <laughs> どうだろう微妙だなどうだろうあでもまあ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 そうねゆな子は分かんないけどラヒナとかマナとかウとかは結構そこそこねあの真面目というか落ち着いてるメンバーではあると思っているのでその辺は大丈夫やと思います明日も同じことはやることは同じですねあの えっと、リレーでうーんと「相上を作文」名前で自己紹介で「相上を作文」をやってでえー、とあ「絵しりとり」の絵を描くでリクエストえっと名前の順の一個前の子からリクエストされた企画無茶振ぶり企画をやるでやったら次の番の子に。 リクエストするっていう流れです。うん、そんな感じ。そう、弥彦最後なんだよね。だから弥彦への無茶ぶり企画も私が考えなきゃいけないというかなので、結構なんかさ、そう罰ゲームっていう感じのバカだったね。<laughs> リクエスト企画が変顔かわいいポンツで変顔とかモノマネとか萌え台リフとかあ今日全然テロップ書いてなかったまああれをねこう結局全力でやっちゃうところが大好きですね私は <laughs> う,ーんうんうん なんだろう全然私もさ知ら,な知らないのよ何の企画をされるか本当にわかんないけどまあそれがなんかほんそうねもう信じられない無茶振ぶりが来たとしてもまあや,やれなくてもいいくらい頑張ろうぜっていう無茶振ぶりだから頑張る <laughs> うんねそう私は明日5時から配信です5時から5時半の 配信ですですすマッシュから回回ってきててきににしますぜひね遊びに来てくださいもう今日で飽きちゃったとか言わないでね全くもう違うメンバーも個性が揃ってもう個性の粒揃いなんで明日は4時間半かなゆな子からやひこでまあちょっとね見る側もね結構大変かなとは思うんですけど明日も是非見守っていてください是非。ぜひ コメントとかもして一緒に盛り上がってくださいあ、そうなんか「ハッシュタグ #NGT48 と一緒が」がなんか新潟のトレンドになってたっていう話を聞いててそう嬉しいね明日もトレンド入りできるように頑張ろうと思います頑張りましょうはいということでなう58分かなうんうんよろしくお願いします 嬉しいそうみんなで喜んでました LINE がねそうトレンド入り超嬉しい <laughs> なんかさめっちゃ感情感情なんかめっちゃ今日多分寝る前だからかもしれんけどね昨日とかもそうめっちゃ落ち着いてんな怖い感情感情があもうそろそろ終わっちゃうのでそう10時までなんでね私まだ高校3年生なんではいということで 今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ、お疲れ様でした。はい、それでは。じゃあねー。すみバイバイ。やすみ村ー。また明日ねバイバイ。そこそこ長い。 <laughs> そこそこ長い <laughs> バイバーイじゃあねこのまま消えるまでやる